時計を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 、レペゼンテの話したところさは答え間違えんなキャヌヒメ聞こえてる世界探す間に飛んでるお前の意識意味なんかねえよ気に入らねえなら倒すだけあんまいつでも試験サイコバイオレンス誰も俺を縛ってくれない。お疲れ様です。お疲れ様です。本日は、ピンチだったベスト3を。そうですね、ピンチだった、はい、ちょっとこれやばかったなと修羅場だったなみたいな、はい、じゃあ3位からいきますね。はい、はい、3位から3位から、はい、まずね、自分が昔、はい、ロッククライミングにハマって、でまあ常にやっぱりトレーニングしてなくちゃいけないっていう気持ちがあったんで、はい、遊びながらトレーニング、はい、でロッククライミングまず家に作って、はい、家中、まあ、200坪の家に作ったんですか。家広くて家800坪ぐらいなんですけど、え、200坪の倉庫に、はい、横20メーター、縦8メーターぐらいのロッククライミング場を作ってガチだ、みんなでこうやって練習してたんですよ、はい、で練習がどん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 レベルアップして今度は山に行くぞと、はい、いうことで、でネットかなんかで探して、はい、で思ったらもうすぐやらなくちゃ気が済まない感じなんで、はい、多分諏訪ヶ岳だと思うんですよね、はい、見つけて山の中行ってでロッククライミング場を探しに行ったんですけど、そしたら山登って行ってる最中に山の中で遭難しまして、はい行った道と帰りの道同じ道で帰ってきてるのに、うん、こう大きな石があって、はい、それを乗り越えたんですね、うん、で帰りから帰ってくと大きな石があって道が見えないんで、うん、で帰れなくなって、山の中でずっと遭難して、それ最終的にどうやって脱出したの。まあ、まずその時2人いたんですけど、はい、1人の電源切ってで自分もあちこち連絡すぐ連絡してこの辺にいるぞと、はい、いうこと でもう充電なくなっちゃ困りますから、はいはいはい、でずっといろいろ探してたら石を越えたんですよ、はいはい、で石を越えてあここ越えれば分かったんだっていうことで、あ自力で、自力でたまたま怖いよね、まあ、まずそうですね、これで聞くからちょっと笑っちゃうけど、自分がその立場だったらもう焦りますよね。焦りますね。山相談も何回もあるんですけど、何回も気をつけて、もう真っ暗になっちゃうし何も見えないし、うん、山の相談は、第3位って言ってました。第2位ですね。第2位は、はい、海外に行って、まあ、自分はもうタイ30年ぐらい行ったんですけど、パタヤっていう町に、うん、そこでもう免許も何もなしで船を貸してくれたり何かしてくれたりもう何でもやってくれるんですよ、はいはい、うん、船が今途中で、まあ、島から島まで行ってる間に、はい、船が止まっちゃったんですよね。現地が海の真ん中でって感じ。海の真ん中で潮に流されながら、だいたい2、30キロあったんですかね、はいはい、その自分の戻るところまで、うん、2、30キロ泳げんのかっていうことで、ね、考えた挙句これは無理だと、はい、で自分と一緒に乗ってた人間もいて、その人間がエンジンを切っちゃったんですよね、でしょうがないから紐を断ってってね、エンジンを何回も何回もかけるんですけど、はい、かかんなくて、はいはい、どういうことなんだろうと思って、でも本人はすいませんすいませんの一点張りなんで、でもいくら謝ったって助かるもんじゃないから気も照ってんで、まあ3時間5時間生きればもう十分だろうってことで、とりあえずゆっくり死ぬまで待とうってことで、もう死を覚悟したんですね。もう無理なんで、でじりじり30分か1時間ぐらい、暑い中焼けてたんですけど、その時にまた気づいたんで、お前なんかボタン押したかと、はい、このボタン押したというのが分かって、
そのボタンがキルスイッチだったんですよね、はいはい、それを上げてカチッとでエンジンをかけたらかかったんで、おボタンだったんだ、もうあの時は死を覚悟してずっと もう日が照ってって、まあ、もう死の覚悟しました。海もちょっと怖いね。じゃあいよいよ1位、はい、1位お願いします。第1位は歌舞伎町で風林会館ですね、昔の、はいはい、風林会館で、自分が2人だったんですけど、はい、あるすごい、まあ、人と喧嘩になって、うん、で、まあ、その人は横浜の方だったんですかね、でその他そこの親戚で最近有名な〇〇さんと思うと全部混ざって、うん、で向こうはお前は向こう行ってろなんて言われたんで、何言ってんだってことで、はい、テーブルを叩いたんですよ。バタンってしたら周りバーン立ち上がったらもう全部囲まれてて、うん自分はその時100人ぐらいに見えたんですけど、体感的に、はいはい、実際問題今考えれば50人ぐらいしかいなかったんじゃないかと、うん、でも囲まれたらもう、50人も相当だけどね、うん、でそこで、はい、違う人間も来たんですね今度、うん、来てそこがなんか揉めて、無事への喧嘩になったんですよ、そこの中で、うん、50人か100人無事へになって、で自分は2人しかいなかったんで、とりあえずカードに提出して、はいはい、とりあえず交番も近くにあるんで、うん、3分間だけはちょっと耐えようと、はい、テーブルを投げ落としたら押さえたりパンチが来ればよけて、1回で10発ぐらい飛んでくるんですよね。そっか、打ち返すところが、うん、まあその時はものすごい偉い人が来て止まったんですけど、まあ、これ100人バーン立った時に、まあ50人かもしれないですけど立った時にこれ終わったなと3分耐えようと、50対2って感じですか。そうね、その時そこと自分らの話が終わってからもまた喧嘩になったんですよね。怪我させられた。でも自分はそこの、人が怪我させたって騒いだ時に違うところの新宿の人が灰皿で殴ったのを見てたんで、まあ、それを最後まで言わなかったですけど、違うところと間違って揉めてました。あ、なるほど。それはピンチだね。そんな感じのベスト3はこれで、はい、長々とありがとうございました。